はい、こんにちは。リー・ハルキュー整体院です。今回はですね、治らない膝の痛みと解消される膝の痛みのたった一つの違いについてお伝えしていきます。で、今まで私自身は多くの膝の痛みの方を見てきましたけども、大体9割方っていうのはちゃんと解消されるんですね。ただ、1割、いくかいかないかぐらいで、なかなか解消されない。てか、もはや治療院とかで解消されない膝の痛みって実は存在するんです。で、そういった人が、要は治療院に通ったりとか、あと鍼したりとか、あと接骨院行ったりとかすると、要は治らない膝の痛みなのに、もうそういったとこ行ってしまって、要は無駄な時間を使ってしまうのと、あとはどんどん症状の進行を進めてしまうっていう最悪の結果になってしまったりするんです。なので、この動画ではですね、そういった治らない膝の痛みっていうのは、治る膝の痛みと比べてどういった違いがあるのかっていうのを理解してもらって、じゃあ、それの正しい見分け方ですね。こちらについて、この動画で具体的にお伝えしていきますので、ぜひ、この動画最後までご覧になっていただければなと思います。では、早速ですね、もうその結論ですね、その、治らない膝の痛みと解消される膝の痛みの、たった一つの違いは何かというと、もう、痛みっていうのが、骨から出てるのか出てないのかですね。で、正直もう、この骨から出てる膝の痛みっていうのは、いくら治療しても解消されないので、なるべく早い段階で、そういった整形外科とか病院っていうのを受診することをお勧めしています。では、この、骨の痛みっていうのはどんな痛みがあるのかなんですけども、まず、いろんな痛み方がある中で、今回ですね、いくつかですね、その骨の痛みについてご紹介していきます。で、まず、一つ目の骨の痛みっていうのは何かというと、骨座症という膝の関節の中の、もう微細な骨の中の骨折による膝の痛みですね。で、これは世間的に言われる変形性膝関節症とかそういった関節の変形ではないです。で、この変形ではなくて、もう関節の骨ですね。もう実際もう骨の中で、もうレントゲンとかで映らない骨折を起こしている方って実はいてたりするんです。で、これっていうのは MRI とかを取らないとはっきり分かってこないんですね。なんでもう長いことなかなか膝の痛みが解消されない。で、その膝の痛みが出だしたのが、なんか例えばバーンと物を打った時に膝の痛みが出だして、そこからなかなか解消されないとかいう場合は、一度ちょっと MRI とかまで取ってもらった方がいいので、そういった膝の痛みですね、もう何かぶつけてずーっと解消されないとかいう場合は、その骨内の微細な骨折の可能性もありますので、そういった場合は、そういった治療院とかではなくて、整形外科とか、あと病院を受診して MRI を取ってもらって、正しい診断を受けるようにしていただければなと思います。で、次、骨の症状の2つ目ですね。っていうのは何かというと、骨壊死というのによる膝の痛みです。で、この骨壊死っていうのもはっきりした原因って実は分かってないんですけども、骨のところの血流が不足して、そこの骨の組織っていうのがだんだんと死んでいってしまう病気です。で、この骨壊死の特徴としては、いきなりですね、突発的にきつい膝の痛みが出だして、そこから長い間その膝の痛みが解消されないっていう風な症状が出ることが多いです。あと、夜間にすごい強い痛みが出たりする方もいてますので、そういった強い痛み、で、もう突発的にガッと膝の痛みが出たっていう方は、治療に治るパターンのことがほとんどなんですけれども、ほんとごくわずかにそういった骨壊死っていう骨の細胞が、組織が死んでしまうような症状の方もいてますので、だからそういったのに当てはまる方は、まず整形外科行ったり病院行ったりして、そういったレントゲン取ったり、MRI 取ったりして診断を仰ぐようにしていただければなと思います。では最後の骨による膝の痛みは何かというと、これは年配の方よりどちらかというと若い子供とかに多いんですけども、骨肉腫っていう、要は骨のがんです。で、これも本当ごく稀なんですけども、突発的に膝の痛みが出て、膝が痛い、膝が痛い。って言って、それがずっと続く場合ですね。中にはそういった骨のがんの可能性っていうのももうゼロではないですので、だから子供で膝が痛いって時は、まずそういった整形外科とかを受診するってことをお勧めしております。で、こういった骨から出る膝の痛みについてお伝えしてきましたけども、もう正直骨は僕らもどうしようもないですので、もうこれはさすがに整形外科とか病院とかを受診して診断を仰ぐようにしてください。ただ、ここで一つちょっと疑問点が出てくると思うんですね。じゃあ、変形性膝関節症、もう骨やから、これ変形性膝関節症だったらもう膝の痛みっていうのは治らないのっていうふうに思ったかもしれないですけども、実は変形性膝関節症、になっても実はそれで膝の痛みが出るってことではないです。で、先ほどお伝えした骨の症状っていうのは、要は骨折であったりとか、あとは骨の組織とかが死んでいったりとか、あとは癌やったりですね。そういったものによるものは骨によって痛みが出るんですけども、変形性ひざ関節症で骨が変形してるだけであって骨折とかではないですので、もちろん進行しても骨までガッといってしまったら、それはもうかなり変形性ひざ関節症による膝の痛みは出てしまいますけども、もうそこまでいってしまう人って一握りなんです。大体は骨が変形してるだけであって、骨の変形によって膝の痛みが出るってことでは実はないんです。だから変形性ひざ関節症で診断されてても、それによって骨折してるわけではないですので、それで膝の痛みが解消されないってことはないですので、だから変形性膝関節症と診断されても、もう膝の痛みは、それは解消されるものやっていうふうに捉えておいていただければなと思います。では次にですね、じゃあ具体的にどうすれば、その治らない膝の痛みと解消される膝の痛みっていうのを見分けることができるのかなんですけども、これ結構難しい部分はあるんですけども、その見分けるポイントとしては、まず動作をして膝の痛みがどうなるのか、あとはむくめたりして膝の痛みがどうなるのか、あとは時間帯によって膝の痛みがどうなるのかですね。だいたいこの辺りで見分けていくってことをしていきます。まず動かすとどうかですけども、先ほどの骨による症状っていうのはもう安静にしてても結構きつい痛みが出たりします。ただ解消される膝の痛みっていうのは、要は動き始めはガッと痛いけども、動いてるとちょっとマシになるとかですね。そういった痛みの出方っていうのは基本的に解消される膝の痛みであるケースが多いです。なので、安静にしててもすごい激痛が起こるとか、あとは夜間にすごい強い痛みで目が覚めるとかですね。そういった場合は、それでも基本的に筋肉の痛みやから解消されるっていうケースもあるんですけども、もうそこまでなってる場合っていうのはちょっと骨を一度疑うってことも知った方がいいですので、やっぱ整形外科とかそういった病院とかですね、っていうのを受診することをお勧めしています。で、次に温めるとどうなるかです。で、基本的に膝の痛みで温めて、少しでも楽になるものっていうのは基本的に解消される膝の痛みであるケースが多いです。ただ、骨がもし原因やった場合っていうのは、骨ってぬくめても変化しないですので、温めても膝の痛みが全く解消されないどころか、逆に膝の痛みが悪化したりするケースがあります。なので、ぬくめて痛みがもうちょっとでも変化する場合ですね、ちょっとでも楽に感じる場合っていうのは、もう解消される膝の痛み。逆に温めても全く解消されず、それがずーっと長い期間続く、もしくは温めて膝の痛みがガッと悪化する場合っていうのは、ちょっと骨の何か原因があるのかもしれないってことを疑っていただければなと思います。で、最後、時間帯ですね。で、これも一概には言えないんですけども、解消される膝の痛みっていうのは結構朝方に痛みが強くて、動かしたりとか、要は日中とかで体がぬくもってくると楽になってくる。で、夕方になってくると疲労が溜まってまだちょっと痛みが出だすっていうパターンが多い傾向にあります。ただ、骨が原因の場合っていうのは、そういったも時間帯による痛みの変化。っていうのが、要は動いて日中体がぬくもってきて膝の痛みが解消されるってことがなくて、もうちょっとガッと体重かけただけですごい激痛が起きたりとか、夜間にも安静にしても激痛が起こったりとかですね。そういったもう時間帯関係なく、そういった安静にしてももうちょっと動かしても膝の痛みが出るっていう状態になります。なので、時間帯でそんな変化がなくて、もう安静にしてても膝の痛みが出るとか、そういった場合は骨を疑ってもらって、ただ要は昼間にかけてちょっと体がぬくもってくると楽に感じてくる場合っていうのは、骨じゃなくてもその周りの組織とか筋肉による膝の痛みのケースが多いですので、そういった場合は解消される膝の痛みっていうふうに捉えておいていただければなと思います。では、見分け方以上になるんですけども、最後にちょっと注意してほしいのが、こういう話をすると、あ、私の膝の痛み、もしかしたら骨のそういった骨折、微細な骨折とか、あと骨壊死かもしれないっていうふうに思うかもしれないですけども、今回お伝えした人っていうのはほんと一握りです。もう、うちも100人来たら1人いるかいないかぐらいのレベルの話ですので、基本的には解消される膝の痛みっていうふうに捉えてほしいです。ただ、解消されない理由っていうのは、要は正しいアプローチであったりとか、正しい治療っていうのができてない可能性がありますので、だから、そういった、もう、治る膝の痛みに当てはまる方っていうのは、そういったもう自分では治せない場合は、そういった治療院であったりとか、そういった膝を専門で見てるところで見てもらったりとか、あとは自分でセルフケアをちょっと頑張ってみてもらって、膝の痛みですね、の解消にぜひもうつなげていただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね、関節を自分で解消して、一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という風な、有料で伝えているような内容っていうのを無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくと、プレゼント、無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらいますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり、関節の解消につなげてもらって、一生ですね、自分の足を保てるような状態っていうのを作っていただければなと思います。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。